やれだべ。ないねえ、それで やれだべ。それでは、まったく、よろしいですか？ひょっとしてひどいよ。ひでえぞ。あら、いや、今のは勢い余っただけで、俺が接近したわけじゃ。
どっちにしてもさ、これで分かったでしょ。やっぱりこの衣装を着られるのって葉隠以外にはいないんだって。はあ、どういうことだべ。最低。ひどいよ。なんだべ。もしかすると、どういうことだべ。俺の占いは3割当たる。そう、頼むべ。なんなの。お、もしかすると、それは。
ひでえぞ。ちょっと、うん、そりゃねえべ。ああ、頼むよ。どうやら行きましょうか。ねえ、そう、ねえ、とにかく
ロッサ。なるほどね。ねえ、じゃあ でも、苗木くん、だって네そうかしら。じゃあ何で？ねえ。それは だけど、
そうかしら。それは。ねえ、じゃあねえ、そうかしら。楽しいな、楽しいな。学級裁判が始まるぞ。学級裁判、それは花火のような一瞬のきらめき。生と死のぶつかり合いが生む魂の閃光。というわけで、そんじゃお前らはいつもの場所に集合をお願いします。ゆう、学校エリア1階にある赤い扉にしちゃいなよ。うぷぷ、じゃあ後でね。どうやら行きましょうか。行くぞ。頼むべ。なんなの？なんなんだべ。そうだ。
おのれ。最低。ねえ、あれあれ、おい。